アンジェロが6月7日、日曜日、バンド史上初となる配信ライブ、IELO、アコースティックリブ、イーストリーミング、ネヘップアーセタヨ、都内のリハーサルスタジオにて開催した。いつもの歓声の中とは違い、今回の配信ライブは静寂の中に包まれつつ一曲一曲を噛み締めるように進行。視聴者に向け、切り取から過ぎたものは取り戻せないとしても、新しい世界を作り出すチャンスでもあり、アンジェロも踏み出しましたとこれから先の未来へメッセージを送った。そして、今回はアコースティックでの編成ではあったが、配信ライブの第2弾となる、アンジェロスタッドヨライブストリーミング、ネヘフィズ2スイー、スウィッチとワールドマイナスを7月5日、日曜日18時よりレコーディングスタジオから、バンド携帯にて生配信することも発表された。緊急事態宣言解除後も新たな感染者が確認されるなど、現在も予断を許さない状況が続き、ライブエンターテインメントの方向性が定まっていない中、配信ライブという形のさらなる可能性を追求する。なお、6月7日日曜日に生配信されたリハーサルスタジオからのアクースティックライブの模様は、メイキング映像付きで DVD 商品となることも決まり、受注生産の受付を開始している。